盤矯正ってありますよね。あれ、一体骨盤の何を矯正しているでしょうか。そして骨盤のね、何がどうなったら矯正完了しましたって言えるんでしょうか。ちょっと悩みますよね。一緒に学んでいきましょう。骨盤矯正って何を矯正しているの？ここに答えが書いてあります。体幹が正しく動けるようにしています。体幹っていうのはね、この胴体のことを言いまして、そこにね、首とか手とかね、足がこうくっついてる。で、この体幹をね、こういろいろこう動かして、我々はこう動いてるわけですけど、これがね、正しい動かし方の原則というものがあります。それをね、正しくね、原則通りに動かせるかどうか、ちゃんとね、こう、矯正するのが骨盤矯正だと僕は思っています。まあ、正しいね、体幹をね、こう動かしてないから、痛みやね、歪みが出てしまいますと、せっかくね、まあ、姿勢矯正とかね、してもね、また元の猫背とかね、反り腰とかに戻ってしまう。もったいないですよね。で、なんで元に戻ってしまうかっていうと、正しい動きではないからなんですよ。僕がね、体もね、心もね、もうボロボロだった30から40にかけて、10年間、もう何がやってもね、もう体がね、辛くてね、もうすぐに痛くなるんですよ。もうね、整体とかいろんなところに行ってやってもらってもね、もうほんとその時だけ、もうボロボロだったんですね。で、これ最初ね、僕ね、まあ、やっぱね、こう性格がもうひん曲がってたんでね、もう人のせいにしてたんですよね。もうあそこはね、下手くそだ、みたいなね。でもね、これね、僕が間違っていました。僕が正しくね、体を動かしてなかったんですよ。だからせっかく整えてもらっても、自分でね、変な動きをして、自分で壊していたんです。本当にね、直したい、根本から直したいと思うんだったら、正しい動き方っていうのをね、知っておきましょう。だってほら、なんかぎっくり腰とか何でかそうでも重たいものを持ったとかね、ちょっとひねったとか、なんか動いてる時にこう、ガタッやっちゃったみたいになやるわけじゃないですか。だからね、正しい動きっていうのね、必須です。じゃあね、ちょっと見ていきましょう。今日学ぶことは、体幹をね、正しく動かす3ステップを学んでいきます。はい、この3ステップね、1番、作業着で動く。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないですね。2番、腰から肩の順番で動く。これなんとなく意味がわかりますよね。で、3番、フラダンスの動きで滑らかさを追加する。なんとなくこれもわかる気がしますよね。じゃあ順番にね、やっていきましょう。あとね、体幹の動きには、この運動ラインとか治療ラインっていうね、原則もあるんですけど、これはプロ向けの情報なので、ちょっとここではね、割愛させていただきます。気になる方はね、ここリンク貼ってあるので、また専用ページに、ね、飛びますんで、そこから見ちゃってください。作業着で動く。この作業着というのは何かというと、肩の力が抜ける唯一のポジションなんですよ。どういうことかというと、このイラストですね。この肘が軽く曲がって肩がこう上がってもいないし下がってもいないしね、このイラストの通りです。で、ここね、肘を軽く曲げた状態の姿勢で、これ字を書くとき、それからスマホをね、こういじっているときとか、パソコンを操作するとか、あと車のハンドル操作とかね、あと包丁トントントンってお料理するときとかね、すべてこの作業着というポジションで行っています。なんですべてかというと、この作業着というのは肩の力が抜けてね、繊細に手指をね、動かせる唯一のポジションなんですよ。唯一のポジションなんですね。だから、この作業着っていうのがね、やってなかったら、やっぱ結局、肩に常に力が入ってね、自然な動きじゃないんで、まあ、肩が凝ったりね、なんかやってもらって、またすぐ肩が凝ったりとか、背中がね、いつも痛くなるとかね、そういうふうに、また悪い状態に、またすぐ元に戻ってきます。なぜかって言ったら、自然な動きじゃないから。なので、この作業着、このイラストね、これ肩に力が入ってないかどうか確認しましょう。このイラストね、ちょっと見ましょう。肘をね、軽く曲げる、軽く曲げる。脇をね、軽く緩める。脇が締まりすぎてもダメだし、脇が開きすぎてもダメです。本当このイラストの通りです。で、指をね、軽く添えて、重心は腰です。まあ、この4つありますけど、とにかくこの上の2行、これがとにかく大事です。で、2番、次が腰から肩の順番で動く。これね、ボールを投げるときがわかりやすいんですけど、ここのちょっとイラスト、写真ちょっと見てください。これ、アイドルの子がね、野球の始球式の時の写真をね、ちょっと拝借してきたんですけど、こちら左側のね、女の子がこうボールを投げてますよね。まあ、可愛らしいですよね。で、なんかこう、イメージとしてはボールなんか届かないっぽいですよね。なんかね。ポンポンポンってなんか転がりそうですよね。で、それに対して右側の女性はなんかこう、ビシッとこう、いきそうですよね。で、これ何が違うかというと、左側の女の子は腕、肩が先に動いてるんです。で、右側の女性は腰が動いて肩が動いてるんです。順番が逆なんです。で、これが体幹の正しい動かし方につながってきて、こうですね、腰、肩の順番で動くんです。これ原則中の原則です。これちょっと覚えておいていただきましょうね。はい、次、3番。フラダンスの動きで滑らかさを追加する。まあ、作業着、腰から肩の順番で動く。この1、2が分かったところで、この総合力がフラダンスの動きになります。作業着を意識して腰から動いてね、肩がついてきて、腕が最後にこう動いてくると、これが優雅な動きになりますし、安定しています。でもね、これがね、逆。腕、肩、腰、逆の順番で動いてしまうとね、なんかこんな感じになっちゃって、こうコミカルな動きになってしまうんですよ。喜劇俳優、例えばチャップリンとかね、まあ、そういう方たちっていうのはもう分かってて、そのコミカルなね、ま、
間違った体幹の動かし方っていうのをやって、このコミカルな動きをね、こう演出してるみたいなところが、なんかこう、感じますね。うん。腰から動いて肩がついてきて腕が最後についてくるっていうのをね、こうやると土台が安定しているので上半身はね、静かにこうって動きます。その時のね、この腕のポジション、このポジションはこれですよ。作業員のこの腕のポジションを保ったまま、このフラダンスの動きをやるととても優雅な動きになります。で、これがね、原則中の原則なんですが、まあそうは言ってもね、体幹が動きにくいという方ね、まずはね、正しい姿勢っていうのを意識してください。正しい姿勢というのはもう何回も何回も言い続けてますが、この植物と同じなんですね。上半身が風に揺れる枝葉のように肩の力が抜けてリラックスしていること。それでいて足腰は木の根っこのようにね、キュッと締まっていること。でもね、姿勢が悪いとこれが上下逆転してしまいます。逆転してしまいます。まあ、上半身ね、緊張。だから肩が凝ったり、片頭痛が出たりとかね、背中が張ったりとかっていうのは、本当上下逆転しちゃってて、それでいて足腰はね、緩む、歪むんですよ。で、次がね、肩甲骨。股関節の順番にストレッチします。まあ、肩甲骨ね、これは6方向に肩甲骨って動くので、6方向に動かしてみます。それで、とりあえず最初だけでいいんで、6方向に動かしてみて、で、あ、こっちの方向は動かしやすいよねとか、こっちなんか動きにくいわよねっていう苦手な方向を知ってください。知ってください。で、その苦手な方向を、まあ、すべてね、こう、かん、あの、こう、整える必要はないんですけど、まあ、多少ね、動きやすくなったよみたいな感じにしてくれると、全体が整います。全体が。次、腰、股関節。これもね、6方向に動きますので、で、この6方向に動かしてみて、苦手な動きを知ってください。で、その苦手な動きをね、まあ、体操代わりにね、ちょっとこうやってあげて、まあ、苦手だなっていうのが少しでもね、こう、スッとこう動けるようになってきたら、かなり体幹って整い始めてきてます。そういうのをね、やってってね、先ほど説明したように、このね、腰から動いて肩がついてきて腕が最後についてくるってね、この優雅な動きができるようになってきたら、結構ね、姿勢良くなってね、なんかこう、体の動きもね、あら、なんとかさん、ちょっと最近素敵じゃないみたいな感じで言われちゃったりするかもしれないですね。ぜひやってみてください。それでは、ピッ。